はい、どうも、うずです。今回もちょっと趣味の話です。まあ、今年ね、やるやる言っててあんまり上げられてない動画の一つ、ガンプラですよ。まあ、ガンプラといってもですよ。今回はガンプラの話が中心じゃなく、新しく始まるアニメ、それの話なんです、実際。来ましたね、こちら。鉄血のオルフェンズシリーズのガンダムバルバトスルプス。鉄血のオルフェンズというと今年初めかなり人気のあるアニメで、従来のガンダムファンも結構取り込めて、それが2016年、10月2日日曜日の朝かな、いや午後5時からだった、午後5時からスタートです。再スタート第2期で MBS TBS 系列の全国28局ネットにて放送開始ということで楽しみでございますね。で、今回この動画は10月1日にアップロードされたわけなんですが、実際放送が始まるのは明日です。なのでちょっと前もってね、忘れてた人もいるかもしれないので、ちょっと動画の方で宣伝させていただきます。まあ、今回のね、このガンダムバルバトスルプス、まあ、ちょっと肩がね赤いパーツ取り込んでいてすごい特徴的なんですけど、まあかっかっこいいかどうかはちょっとね、人のセンスによると思います。私そんなかっこよく感じないです、これは。まあ、ちょっとねアニメだとかっこよく見えるんですけど、実際ね実写化リアルパーツで見るとそうでもなく感じるんですよね。組んだらちょっと違うのかしら。まあ、パーツは2袋だけです。いつもの鉄血のオルフェンズハイグレードシリーズらしくパーツが少なく、まあ、シンプルにできています。まあ、価格もねこれね税別800円で買えてますので、まあ、安い手頃なガンプラでございます。まあ、オルフェンズシリーズはこうなんですけど、あ、でも中にカード入ってた。このカードゲームやる人はね嬉しいですね、カードが入ってます。私ちょっとガンダムトライエイジはやってないんですけど、あ、で早速ガンダムオルフェンズシリーズのちょっと宣伝の、ね、チラシというかパンフレットが入ってます。まあ、この後もねいろんなこうモビルスーツが登場しますよっていうのと、あとはね最近のガンプラで流行りのこうカスタム要素が入ってるパーツの話で、やはり出ます、100分の1ガンダムバルバトスルプス。100分の1シリーズね、オルフェンズは結構力入れてきてますからね。あれ、ちょっと100分の1シリーズの方かっこいいんじゃないか、そうでもないのか、ハイグレードもかっこいいのか何とも言えないけど、なんかねガンダムバルバトスの以前のねノーマルの144分の1ハイグレード作った時にはなんかすごくね体が細くて貧相に見えたんですよ。でもどうなんだろうね、バージョンで結構ね違って見えるんですよね。バルバトスはねハイレゾリューションモデルっていうのをちょっとね贅沢に買ってしまったところもあって、それはそれでねすごいかっこよかったので、まあ、ちょっと全部揃えるわけにはいかないんですけど、結局ねお気に入りのシナンジュもね下半身しか終わってないしねこれずっと放置しちゃってるな、ちょっと上半身作ってあげないとな、もったいないよね。まあ、ということで今回ちょっとねこの動画は簡単な動画にしたいと思うんですけど、鉄血のオルフェンズシリーズ第2期が、10月2日土曜日の午後5時から始まるということで、ちょっと事前の動画になるんですが、告知動画とさせていただきます。別にこちらのね制作会社とつながりがあるわけじゃないので宣伝っていうのもおこがましいんですけど、まあ、ちょっと楽しみにしてたけど忘れてしまってたって人がいたら、こちらのガンダムの方をチェックしてください。私の動画よりそちらの方が面白いはずなので、まあ、今回の動画はあんまり役に立ったって方多くないと思うんですけど、もし今回の動画も役に立ったなって思う方いましたら高評価ボタンいつものようにお願いいたします。チャンネル登録はいいや、今回のいいや、もう好きにして。ではまた別の動画で、バイバイ。